今回の旅ではアメリカ合衆国メイン州ポートランド市内にある国際道動物学博物館へ向かいます。ポートランドは北緯43度40分西経70度12分にあるメイン州の文化、社会、経済の中心地です。メイン州ポートランドへ行く方法としてはデトロイトやシカゴを経由する方法もありますが、今回はニューヨーク経由で行きます。まず羽田国際空港からニューヨーク州のジョン・F・ケネディ国際空港まで飛びます。フライト時間は約13時間です。ジョン・F・ケネディ国際空港はニューヨークの空の玄関口であり、アメリカを代表する国際空港の一つでもあります。ニューヨークからポートランドへは国内線で1時間半ほどのフライトです。ポートランド国際ジェットポートに到着します。国際道動物学博物館はポートランドの中心から少し南西部にあります。